最近すごい体力低下がすごい気になっててね、なんか通常の食事にプラスアルファでなんか補給しようと思って僕調べたんですよ。まあ僕もね、まあ意外とサプリメントオタクなんで、今まで体力にいいと聞いたことがあるね、マカとか亜鉛とか、まあいろんなサプリメント試してみたんですけど、まあその中でもこう馬の心臓が入ってる商品というのは初めてで、馬の心臓ですよ。まあこれが大正解でしたね。ああ、これね、馬の心臓を調べてみると、体を作るために必要なね、核酸がね、多く含まれていることを僕知ったんですよ。体内で作られる核酸っていうのは年齢とともに減ってしまうので、若々しく力強い体を維持するためにもね、核酸ないかなと思って探してたんですよ。馬の心臓も核酸が取れるということでね、それが分かったんで、こちらを摂取してみたいと思ったんですよね。やっぱりね、体力がね、アップしたような感じますね。まあもちろん、朝も夜もですよね。まあ、このたぎりをね、摂取し続けながら、80歳まで健康で生きるためには、ということを僕は考えてるんですよ。ただ寿命を延ばすんではなくてね、健康でバリバリ働ける80歳。いつまでも現役でいたいですよね、僕は。実際ね、動けなくなってから寿命が延びても、やっぱこう、周りに迷惑かけるだけだし、やっぱこう、内面の健康もですが、筋トレをして、筋肉量を増やして、自分の健康年齢をね、維持していきたいもんですよね。